君は我々に自分を預けたはずだ。君が自ら決断したことだ。惨めな人生から救ってあげたのは我々だ。君の存在自体に意味を与えたのだ。その見返りは何だ。我々の研究を破壊するのか。終わりにしてみせる。連中が私を探している。どうやったかわからないが全てを知っている。レスリーのことも。もはやこれ以上隠す意味がなくなった。こうなったらシステムに入るしかない。そして戻ってきた時、連中に意味のある成果があったと説得するしかない。自分のためではなく彼らの目的のためだったと。残すは微調整のみ。それが終わればレスリーと共にステムに入り、システムを起動する。その後ワイヤレスの信号が鳴り響くだろう。周囲の人間には申し訳ないが、目的のためには手段を選んでいられない。メビウスの連中はこれで私が選ばれし者だということを理解するだろう。ルベンは単なるゴースト。私は彼らの救世主なのだ。私なくして彼らの計画は存在できない。なぜ我々の質問に答えようとしない。何を恐れている。恐怖なんて些細なことだ。真の恐怖を知ってこそそれを支配できる。そして自分の力にできるのだ。そういう意味でステムは恐怖を前提に設計された機械な装置だ。しかし我々の研究には都合がいい。キッド、君はその第一号だ。恐怖を受け入れなければ君は死ぬ。我々の未来のために君には犠牲になってもらおう。レスリー待って、そこに入っちゃダメ。私もつながれていたんだ。彼らと同じようにこのままになんてさせない。
セバスチャン、彼から離れて。セバスチャン、よく聞いて。やめて。あなたと利害は一致しているはず。なあ、お前はただの新人刑事じゃないし、彼はただのガキじゃない。だがジョセフを殺し、俺を撃った。この状況でお前を信用しろと言っても無理だ。あなたはいい人よ。だから私は今さら無理よね。彼が何者なのか少しでも知っていれば、生かしておけない理由が理解できたはず。バカ言うな、ルビクだ。全てあいつが。一つの簡単な命令を守れなかった。違う、これは現実じゃない。あなたもそうよ。信じたいように信じるがいい。でも現に私はここにいる。この世界は悪夢よ。でももうあなたは怖くない。やはり君は何も分かっちゃいない。君は大いに恐れるべきだ。君は我々のものだ。失敗した時の代償は分かっているはずだ。このままここから去れると思うなよ。わずかだった君の役目は終わった。この逃げられない世界で腐ってもらおう。クソくらい、いい加減あなたをここで殺してやるわ。世界は君の目にはどのように映っている？教えてくれ、キッド。何が見える？仕留めることを見ることはない。
勝ったとでも思っているのか。果たして本当にそうだろうか。私は君と共にある、永遠に。あなたは知らない。私は想像以上に強い。自分自身、覚悟はできているか。自分の行動に対して責任を取る覚悟はできているか。そんなはずは。エージェントキッドマン、ここからは任せて。どのくらい寝てた？最初のパルスから37分。私たちはどうやってここに。何のことかしら。ああ、少し時間を、頭の整理を。マイラ、早く来てくれ。早速だけど、司令部に戻り次第彼に報告することになっているわ。マイラ、彼らの言った通り、私は失敗した。でもあなたは借りができたわね。これが本当のお目覚めよ、セバスチャン。探しているものが見つかるといいわね。放っておいて、向こうのもね。どうせ逃げられない。誰も